札幌ポテトつぶつぶベジタブル札幌ポテトはカルビーが製造販売するジャガイモをベースとするスナック菓子。1972年11月札幌オリンピックが開催され札幌がブームに湧いていた時代に札幌ポテトは売り出された。カッパエビセンの姉妹品という位置づけだった。バーベキュー味さらに1974年には札幌ポテトバーベキュー味が発売された。 バーベキュー味は当初カレー味をイメージして開発された商品だったが、カレーは各家庭で味付けが異なり、顧客が味をイメージしづらいとの理由から、同様に肉と野菜を使った料理であるバーベキューを当時、アメリカに偶然出張していた社員が発見し、バーベキュー味として発売した。独特の形状もバーベキューで用いる焼き網をイメージしたもの。2006年6月には、 札幌ポテトバーベキュー味ブラックペッパーが期間限定発売。同年10月には油分を55%カットした 40g 札幌ポテトつぶつぶベジタブルライトが期間限定発売された。2007年現在、地域限定で幼児向けの1歳からの札幌ポテトつぶつぶベジタブルも売られている。90g のレギュラーサイズと 26g の小袋。 1 0ム入りが4袋のミニ4の3種類のサイズがある。また、バーベキュー味にも同様に3種類のサイズがあるほか、地域及び期間限定品のジャンボや2倍の濃厚な味のダブルバーベキュー味、エバラ食品工業との限定コラボレーションで、札幌ポテトバーベキューエバラ黄金のタレ中辛風味も存在する。2014年からは、小学生が考えた味という趣旨で、 小学生と共同で企画した商品もいくつか発売されている。2016年1月受験シーズンに合わせる形で受験生応援企画商品として先っぽろポテトのパッケージで限定販売された。2016年2月にはロッテリアの絶品チーズバーガーとコラボレーションされた商品を期間限定で発売している。札幌ポ,ポテトの生地を生産する。 新宇都宮工場小麦粉、植物油、ジャガイモ、澱粉など、ありがとうございます。